決勝戦の会場となる、駒沢オリンピック、公園総合運動場陸上陸状況議場。全国高等学校サッカー選手権、大会東京都選手権は、全国高等学校サッカー選手権大会の、東京都予選である。東京都サッカー協会と、東京都高等学校体育連盟、日本テレビ放送網の主催で行われる。全国高等学校サッカー選手権大会では、 唯一二校出場できる。A ブロック、B ブロックに分かれて戦う。決勝会場は、駒沢オリンピック、公園総合運動上陸上競技場、国立西川岡サッカー場も決勝会場であった。第二次世界大戦前の東京都のサッカーは、イングランド出身の教育者、ウォルター・オーガスタス・デオハビランドがいた1896年総部の東京高等市販学校集級部の 付属中学である東京高等師範学校付属中と青山師範学校との2チームを中心に繰り広げられていた。初めて日本人同士のサッカーの対抗戦が行われたのも1907年11月東京高等師範と青山師範との対抗戦であった。また東京高等師範は全国にサッカーの指導者を送り込む役割を担っており愛知第一師範に 堀川基地、埼玉市販に細木四郎、三影市藩に玉井康介、豊島市藩に内野大霊、広島県立第一中学校に松本博史らを輩出し、日本サッカーの礎を築いた。東京から初めて全国大会に参加したのは、出場枠が全国に拡大した第9回全国、中等学校週休選手権大会に出場した行政だった。 初戦で人数中20から0で圧勝したが、広島一中に1の3で敗れた。東京勢として初めて決勝に進出したのは、1932年の青山市範であった。この時の青山市範は、広島修道中、京都市範を倒したものの、決勝で神戸一中に敗れた。戦後の学生改革を経て、全国大会への出場は、都立大泉、 都立小石川のような都立高校もあったが、1954年への東京都立朝鮮人学校の出場以降、再度都立高校が全国選手権への出場を果たすのは1992年度の都立久留米まで待たねばならなかった。一方で1960年度で初出場した提供や1957年度で32年ぶりの出場権を獲得した行政。 1956年度で初出場した城北、1973年度で初出場した本郷などといった私立高校が東京都の高校サッカー界では優勢となっていく。中でも提供は9回目の全国選手権出場となった1974年度で悲願の初優勝を果たすと1984年度までの11年間で5度の 全国制覇を成し遂げ、東京のみならず、全国的にも競合校へと成長する。また1981年の、から全国への出場権が2枠に増えると、創価や修得、堀越、東亜学園、東海大菅生、国学院久我山といった、私立勢に加え、都立、久留米や都立駒場のような都立高校も、全国選手権への初出場を果たすようになる。 さらにサッカー、日本代表の1998年 W 杯への初出場や2002年 W 杯の自国開催などによって、サッカー人気が高まると、他の私立高校も強化に乗り出すようになり、東京都の高校サッカーは、軍雄割拠の時代へと突入する。2000年代以降は、国士館、成立、実践学園、駒大校が初出場の切符を勝ち取る。 2007年度には、初出場の都立三鷹が、都立高校として、初の全国ベスト8に進出した。一方で1991年度で7年ぶり6回目の優勝を達成し、1994年度、1997年度、1998年度と5年間で3度全国、準優勝となった提供は2000年代の10年間では5回の、 全国選手権への出場にとどまり、2009年を最後に全国選手権への出場権を逃している。東京都の優勝は6回、すべて提供。ありがとうございます。